みんな大ニュースだぞ。きらめきパワーズとプリマジがスペシャルコラボするよ。キラパワコラボコーデがプリマジに登場。ということで今回はプリマジキラパワコラボの遊び方を紹介するぞ。早速遊び方を説明していくぞ。まずはお金を入れてゲームスタート。プリマジで遊ぶを選ぶんだぞ。ひらめきパワーズのコラボを楽しむにはプリマジプロフカードが必要だぞ。プリマジプロフカードについて知りたい子は概要欄の動画もチェックだ。プリマジプロフカードをセットしたらここでめちゃマジ注目スペシャルコーデのコーナーだ。欲しいコーデがあったらフルコーデをお買い物できるぞ。お買い物をした時は続けてゲームをするのにもう100円必要だから注意するんだぞ。いよいよきらめきパワーズコラボで遊んでいくぞ。限定イベントで遊ぶをタッチしてきらめきパワーズチャンスを選ぼう。うわー、テンション上がってくるな。次は遊ぶキャラクターと曲を選ぶんだぞ。遊ぶキャラクターと曲を選んだらコーデチェンジだ。今日はどんなコーデでプリマジしようかな。めちゃマジ注目スペシャルコーデでお買い物をした子はそのコーデに着替えることもできるぞ。いよいよリズムゲームスタートだ。まずはコーデ&レスポンス。光るカードをタッチして盛り上げるんだぞ。リズムゲームはボタンを使うぞ。画面のピンクと青のマークにコーデメイツが重なった時に同じ色のボタンをタイミングよく押そう。ボタンを連打するパートもあるぞ。たくさんボタンを押してワッチャを集めよう。フロートタイムではキラパワサニーキラリのボトムス、シューズ、アクセをお買い物できるぞ。欲しいアイテムの数だけ100円を入れよう。フルコーデゲットできるチャンスだ。いらないときは画面を左にスライドするとスキップできるぞ。いよいよクライマックスだ。光るカードをタッチしてイリュージョン発動。キラキラの魔法なんだぞ。すごいだろ。プリマジ大成功。ゲームの最後にキラパワサニーキラリトップスのプリマジコーデカードがゲットできるぞ。途中でボトムス、シューズ、アクセをお買い物している場合は続けてプリントされるぞ。やったー、キラパワサニーキラリとお揃いコーデをゲットなんだぞ。コラボ期間中は他にもキラパワサニーキラリをイメージした特別なプリマジプロフカード背景が登場したりキャッチコピーをゲットしたりできちゃうんだぞ。詳しくはホームページをチェック。遊び方は分かったか？プリマジキラパーコラボ